心部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では160番目に置かれる。心字はゴミの一つである絡みを意味する。説問開示は1と罪の意を表すの怪意文字とするが、甲骨文字の研究からは、心ももとは同じ字であり、丸のみのような鋭い先端の刀の象形で、犯罪者への刑罰として、 顔に入れ墨を施す敬具とされる。また引き伸ばして、悲痛や苦痛の意を表す。また、実感の第8位としても使われ、12種と組み合わせて、漢種の一部を構成している。変貌の意図としては、罪や刑罰、訴訟などに関することを示す。ただし、ご記事では、殻のように絡みに関することを示すものもある。この時種として、 右側の作りの位置、あるいは下側の足の位置に置かれ、左右構造あるいは上下構造を作る。また、弁などのように左右から中間を挟み込む、挿入構造を作るものもある。これは勝負を兼ねており、弁、弁など弁といった字音を表している。なお、真字の変形で、立となったものがあるが、これらは、深部ではなく、立部に収められている。また、 罪という字の元の字は、で、真字に関わりのある字であったが、旗の始皇帝が、自らの損傷である、工事にこの字が似ていることを嫌い、これを、罪字に改めたと言われる。神部は、蒸気のような糸を、構成要素とする漢字を収める。印刷書体において、後期時点は一画目を短い縦棒とする字型を採用しており、日本語真字体、表外漢字を問わず、 これを採用している。一方、中国の新字形、台湾の国字標準字体、香港の常用技字形表は一画目を点角とする、字型を標準字体に採用している。新23、ありがとうございます。